日が陰りましたか？では私が光を当てましょう。これは裁判長ジョークなのですが、面白くないですか？灼霊の剣は私が自分の意思で選んだ武器で、とても気に入っています。もし時間が許すのなら、今日は水面下の物語を話しましょう。白夜に捧ぐ。空虚さもまた一種の幸福かもしれません。意識を持てば世界は全く違うものになってしまいますから。黙秘を続けなさい。待ってください。そんなに早く歩けません。出発の時です。出発の時です。木星よ稲妻、沈まれ嵐よ。